はい、どうも皆さんこんにちは。ギタリストの中島貴博です。今日はね、これマーチンのバックパッカーっていうギターね、これ弦交換してみようと思います。弦ちょうどね、いただけたので、これこのバックパッカーね、もう2年ぐらい弦張りっぱなしなのでね、これようやくちょっと弦交換、ね、できるのでやってみたいと思います。まあレッスン動画というよりかは、僕の弦の張り方はこんな感じみたいな、そんな動画です。はい、では早速やってみましょう。裏ナビ。はい、まずはね、弦を緩めていきます。こういうやつね、あると便利ですね。こんなのね、どっちでもいいですけど、これ使おうかな。これね、昔はね、なんだっけかな、バンドやろうぜっていう雑誌があって、なんだろう、僕が中学生の頃はよくそれ読んでたんですけど、これ名前なんだかわかります？多分ストリングワインダーとか、なんかそんな多分名前だと思うんですけど、そのバンドやろうぜにはね、アルト便利って書いてありましたね。カタカナでアルト便利、へーってね。まあ、あると便利だからっていうことなんでしょうけどね。まあ100円くらいで買えるんじゃないかな、これね、くるくる回すやつね。やっぱこれは必要ですね。僕はまあとりあえず最初はもう弦外しちゃいます。前に森の中でギターを弾いた時にね、これ持ってったギターでね、ちょっとライフルみたいな、一瞬ライフルみたいなね、なんかそんな感じに見えるギターですね。ちょうどね、このギターをさ、構えてる写真前に撮ったんですけど、それを見てライフルやってるのみたいに、そんなこと言われましたね。そうだから、パッと見ね、なんかこうライフルっぽく見えるみたいですよ。バーンってね、よしよしよし。で、緩めたら弦を外しちゃいます。うん、痛い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 。で、反対側、こっちね。一体何なんだこの形はっていうね。ここのピンを外します。こういうね、ワインダーにね、ここくぼみがあってね、こうやって取れるんですけどね、今日これせっかくなんで使ってみましょう。ガコッとこうはまるので引っこ抜く、でピンを置いておくと。この几帳面な人はですね、これを引っこ抜いてその元の弦のピンに戻すっていう、うん、そのままこれね、ちゃんと順番でこういう感じでね、ポコポコポコって、はい。で、弦を外して、まあ丸めときましょうね。丸めといて、で、せっかく弦を外したので掃除します。もうティッシュとかでいいと思うんですよね。フリーダムカスタムギターなんちゃらっていうところのレモンオイル使ってたんですけど、今はね、これね、どこだこれは、こんなやつ使ってます。フィンガーボードオイルですね。これでフィンガーボードオイル、うん、こっちの指板のところはこのオイルを使ってますね。それ以外のボディはこのレモンオイル、こっちを使ってたりもしますね。じゃあ今日両方使ってみましょうかね。まず僕はこのオイルを、結構すごいですよ、ガゴッと置いて、うらー、結構もうがっつり塗っちゃいますね。で、ちょっとね、なじませとく。この辺賛否両論があるんですけどね、ぜひそんなことをやったらあかんよっていうコメントとかもね、ぜひ見た人はやってください。僕はちなみにこうやっていつもやってますね。まあ弦交換2回に1回ぐらいかな、ここまでやるのは。ちょっとね、久しぶりすぎるのでちょっと浸しておきます。その間にちょっとボディを拭いとこうかな。こ
こっちのレモンオイルちょっとだけ使っとこう。いいよ。まあティッシュとかにつけて。結構でもこのフレットのね、フレットというかこのフィンガーボード指板は僕はね、ある程度やっぱり湿度というかしっとり感というかね、保湿は絶対した方がいいと思ってます。うん、なんかねここもねまた今度なんかの動画で話したいなと思うんですけど、保湿、うん、ここすごくなんかネックの状態に左右するんじゃないかなと、ここ何年もちょっと見て考えてはいるんですけどね。本来だったら撮影なんかしてない時はもうねこの状態で1日ほっといてますね。もうこう染み込ませるっていう感じかな。うん、まあ今日はもうちょっと拭き取っちゃいますね。拭き取るって言っても結構ねやっぱりこう塗ってあるからいい感じでしっとりしてくれるかなと思うんですよね。やっぱカサカサのギターってさ安っぽく見えますよね、そもそも。だから買ったばかりのギターとかさちょっとカサカサなやつが多いかなと思います。うん、一番最初はやっぱ買ったばかりのやつは塗っちゃいますね僕はね。うん、弦交換のやり方とかそのギターのなんだ、保管メンテナンスのやり方って本当賛否両論あるとこなのでね、まあ自分なりにこう弾いてってで扱ってでそれでなんかこっちの方がいいなって、うん、たどり着いた答えで、僕はやってますね。もうだからずっとやり方は一緒で、これもらいましたね、エリクサー。よいしょ。僕は、太い方から貼ります。こっちを見せた方がいいのかな、こんな感じ。いつもと向きが反対だからちょっとなんかやりづらいな。なんかねここピンのところねこれ折ったりする人とかいるんですけど、まあ折ってもいいし折らなくてもいいのかなって思ってます。さっきどうなっちゃうんだこれ、ピンこうこうだからこのゲジゲジのところがね見えるぐらいまで上がってこないとこれピン抜けちゃうからね。この辺はいろんな動画で説明してると思うからそっち見てみるといいかもしれないね。ガコンとこういう感じね。ちょっとね軽く引っ張りながらやるのがいいかなと思うんですよね。うん、ちょっと分かりやすく最初に全部ピンを貼っちゃいます。いつもは1本ずつやっちゃうんですけど今日は逆向きだし、よいしょ。このグググっていう感じね、このグググググっていう感じがないとね。よいしょ。また反対にしてペグの方に弦を入れていきます。僕のやり方はね一回こう通してピーンと張ってる状態ね、張ってる状態、ナットの部分ちょっと持って1フレット分戻す。でそこから何をするかというとこのたるんだ分を持ってもう先にペグを回さず弦を回しちゃいますね。でこの時にペグにがっつりグッとこう噛むように引っ張ってる状態がおすすめ。だからここもね引っ張って今、ここがねたるみがないようにやっちゃいますね。うん、大体貼ったらもうこれで、うん、大体ねこんな感じね、見えるかな、見えないね。ということでどん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 巻いてっちゃいます。で3弦。そういえばなんか今フェイスアプリなんか男の人が女の人になっちゃうような逆もあんのかな、あれがなんかめっちゃ流行ってるみたいですね。ちょっとやってみたいなとは思うんですけどね。
まあでもアプリをダウンロードするんですか、あれやり方わかんないけどね、誰か僕の写真送ったらやってくれるのかな。ねえ、コロナね、今いろいろ騒いでますけど、今僕の方もあの8月ぐらいから、ライブまた再開しようかなと思っております。すでに入ってるのがあるのでね、8月、皆さんの前に、行けるかなと思います。久しぶりのライブですよね。これ動画編集でここ早送りとかやりたいですね。キュルカカカカカカとか言ってね。じゃあチチーン、こんな感じ。いや、ほんと変なギターですね、これね。美しき変なギター。はい、じゃあ6本貼ったのでもうチューニングしちゃいます。これね、ヘッドがこれ短いからさ、なかなかこれ使わないんですよね。これもうほんとちょっとしか噛んでないからね、つきづらい。逆にしよう、こうかな。まあ、だいたい最初は適当でライブ。ちょっと邪魔だからこれ弦切っちゃいましょう。おれや、この弦の切る長さもさ人それぞれですよね。ここね、おれやおれや、僕あんま長いの好きじゃないですね。これすごく便利ですね、ニッパーとこの回すやつついてるからね。もう一回チューニング。この弦交換で思い出しましたけど、ギターレッスン受けてくださってる方でですね、毎回僕が弦交換をしてる生徒さんがいるんですけど、多分弦交換したことないと思いますね、彼は。でもね、僕はねそれね OK かなと思うんですよね。なんだろう、こうレッスンを受けてってどんどんこう上手くなって、なんかこういろんな人にこう見てもらって、あ、ギター上手ですねってこうね、その生徒さんが言われるようになって、でまあ弦交換自分じゃできないけどねとかって、なんかそんなことをね言ってる感じもね、なんか僕はかっこいいなと思うんですよね。そんだけ弾けて何弦交換できないのみたいな、だからその彼のギターは、全部毎回僕が、やろうと思いますね。もう一生弦交換できるようになってほしくないなと思いますね。なんかそういうの面白いですよね、弦交換できないけどギターうまいみたいなね。はい、まあこんな感じでできましたね。これバックパッカー、マーチンのバックパッカーって言ったやつね。いいよ。どうですかこれ、変なギターですよね。よいしょ。これどうすんのこれ。はい、大体こんな感じですね。このギターはね、外にレッスン行くときとかにね、やっぱり持ち運びしやすいので持ってってますね。ただね、すこぶる弾きづらい、これ。めちゃめちゃ弾きづらい。ネックもね、意外にね、ぶっとくてね、なんかね、なんていうのこれ、かまぼこみたいなね、形なんですよ、これ。ストラップないと弾けないしね。座っていくとね、これね、ずるーって滑ってちゃう、こうやって、ずるーってね。いやーすごいねこれね、形がね、ほうきみたい。あと何これ、こう船とかでなんかこうやって焦げるんじゃないのかなと思いますよね、こうやってね。
すごい。まあこの弾きづらくてダサくてね、なんとも言えない唯一無二のギター、音もね全然良くないんですけど、もうずっと使ってますね、僕のじゃないんですけど生徒さんが置いてってそのまま僕が使ってるっていうね、ってな感じでまたなんかねレッスン動画撮ろうかなと思います。まあ今日のはレッスンじゃないですけどね。はい、そんな感じです。皆さんコロナとかねちょっと気をつけてね、楽しく、やっていきましょう。では皆さんさようなら。